せーの、こんにちは。今日はサブチャンネルでーす。今日はお菓子パーティーをやりたいと思います。そうでございます。今日はお菓子パーティーをやっていきます。なぜかというとですね、なんかゴールデンウィークとかもずっとお家にいたし、ちょっとストレス発散されてないなと思って、で、ポンスも幼稚園すごい頑張ってるし、毎日楽しく行ってるんだけど、私もお弁当をポンスのために作って、毎日持たせたりとか、すごい頑張ってるから、だから二人で、ちょっと今日はイアンパーティーをしたいと思います。リナンタービー。リナンタービー。ちょっと話しながらお菓子でも食べながらさ、楽しいパーティーしよう。こちらも用意してあるんで。あ、ありがとうございます。でですね、今日は、だって普段さ、布団の上でさ、お菓子食べていいと思う？いつもお家でさ、布団の上でお菓子食べていいよってママ言う？言わないでしょ？でも今日は、特別に、布団の上でお菓子とかジュースとか食べていいの。すごくない？ここにコップがあるじゃん？ここにジュース入れちゃおうか。入れちゃう？リンゴ？じゃあ乾杯しよう。せーの。バタバタ。あー、ストップ。よし。はい。じゃあ告げましたので、ここで、ジャンプしたいと思います。え？ジャンプ。え？ジャンプしていい？こぼれちゃう？でも、このね、今ポンス立ってるこのベッドあるじゃん。これね、コアラマットレスって言うんだけど、これがこう、ワイングラステストって言って、このワイングラスが、こうやって人が動いてもこぼれないよっていう、そういうね、すごいマットなんだって。そうなんだ。そうなの。だから、ちょっと二人でここでジャンプしてみよう。一回、私がじゃあ一回ジャンプするね。普通こぼれるじゃん。よいしょ。じゃあ、大きいジャンプします。せーの。はい、せーの。おー、すごーい。こぼれませんでした。すごいね。だからこうやって振動にすごい強いんだって、うん、だからすごいふわふわで気持ちいいでしょ。だからここでじゃあおしゃべりしながらお菓子食べよっか。じゃあ乾杯しよっか。せーの、乾杯。乾杯。食べよう。よし、じゃあ乾杯しよう。これもえせーの、乾杯。久しぶりに食べた。布団の上でお菓子なんて普通食べれないもんね。今日だけ特別ね。最近ポンス幼稚園は始まってみてどう？楽しい。楽しい。すごい。先生が好き。先生が好きなんだ。誰先生が好きなの？かわいい先生。かわいい先生が好きなの？お友達は？お友達のかわいいお友達とかっこいいお友達とかできた？よかったじゃん。何して遊ぶの？ちょっとさ、味をさ、やりたい。あ、いいよ、味見して。味。いいよ。おいしい？うんうん。これ、食べて。これね。あ、おいしい。これなんだろう。てか、このさ、ベッドさ、普通にさ、今、A サイトっていう、この空間と、あと普通のシバランハウスって2個、同じマンション内で分かれてるっていう話をしたと思うんですけど、こっちの部屋にね、そのベッドがなかったんですよ。で、これクイーンサイズなんだけど、おとといぐらいに来て、で、組み立てをしたんだけど、めちゃくちゃ簡単で、私と、マネージャーのリサに手伝ってもらって一緒にやったんだけど、はめるだけなの。工具一切必要なくて、パンパンって積み木みたいにこうやってガタガタってはめるだけで、かといってそれですごい不安定とかでもなく、すんごい安定感があって、私たちが組み立てたところの映像がね、撮ってあるからちょっと流します。こんな感じです。これちょっとね、組み立てるとこ別撮りなんですけど、先にちょっとやっとこうと思って。めっちゃくちゃ簡単。大人2人で十分だね。今下の板をこう、下に板があって、こうなんかクロスされてる状態なんだよね。土台があって、でその上にこれをパカッパカッパカッってはめたって感じ。もうすでに丈夫。今ね、この圧縮されてるこの
マットを開封した感じになってる。開封しました。だからこれを乗せて、エリが袋を切ったらめっちゃ膨らんで、いきなり急に、しかもなんかアップが全然ついてない、もうポワーって一気に広がった。でもあとはもう袋から出せば完成ですね。こんな感じでね、今見てもらった通りなんだけど、なんかこのマットレスがね、運ばれてくるときどんな感じなのかなと思ったら、こうぐるぐるって圧縮されてて、もうほんとそれこそコンパクトになってて、で広げても一瞬でこの大きさにパーって広がってくれて、めっちゃ最高。ポンスも、うん、いつも幼稚園頑張ってて、うん、いつも遊びますね。やりたっぴーやりやり OK。 いやなんかうーくんと寝た時もなんか隣の人の振動、そのうーくんが寝返った時の振動とか私が寝返った時の振動とか全然こう響かなくて、めっちゃゆっくり寝れる。もう子供が大きくなったらさ、私さ、おいしいね、おいしいね。私さ5歳ぐらいになったらもうさ別々で寝ようと思ってるんだけど、どう？海外みたいに。海外の赤ちゃんとかってね、もう子供の時からおやすみなさいってチューして、そしたらもうママとパパは別の寝室に行くの。え？で子供は子供で寝るの。だから海外の夫婦とかって大人になってもずっと時間が経ってもパパとママがすごいラブラブなとこが多いんだって。だからパパとママもそうなりたいからさ、5歳ぐらいになったらさもう別々で寝ようよ。え、いや一緒に寝た一緒に寝たい最近山田涼介超好きなんだよね。もう山田涼介のとめっちゃハマってんだよね。めっちゃハマってんだよね幼稚園の送り迎えでバス停までさ歩いていくんだけど、その道の道でもずーっとポーさ、あー山田涼介会いたいね、友達みたいに言ってるよね、山田涼介まだみたいな呼び捨てでね。なんて呼ぶ、もし友達になれたら。山田涼介って呼ぶ。山田涼介って呼ぶ。山田涼介遊ぼうって。でもさ、このぐらいの時からさ、そうやってさ憧れの人とかいて、なんか好きな人とかいたらさ、そういうエンターテイナーになるの少なくなってるからさ、もうちょっとあげるね。あ、本当ありがとう。ポンスもエンターテイナーの道に進むかもしれないね。エンターテイナーってさ、言葉わかる？あー、わかんない。わかんないか。エンターテイナーっていうのは、まあなんか人を楽しませるみたいなことなんだけど、ポンスが何かをすることで見てる人が楽しいなと思ったり、すごーいかっこいいって思ったり、そういう人にママはなってほしいよね。え、ジャニーズに。あー、ジャニーズ、確かにジャニーズもいいと思う。ポンスを見てると元気が出るわ。そんな子に育ってほしいとママは思ってます。ねえねえ、うん、僕のサーカス一緒がいい。お化けのサーカス。ポンスはお化けのサーカスがすごい嫌いで、そのお化けのサーカスって何かっていうと、結構インスタライブとかでもポンスが悪いことをしたりとかすると、あ、お化けのサーカス来るよとか言って私言うんだけど、なんかね、前にね、あの TikTok でね、そうそう、タッ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 サーカス、タッ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 アフロスみたいな、なんかめっちゃ怖い顔に変身する TikTok があって、もうそれを見てからもうトラウマで、私がスマホの番号を知ってるっていう設定で、あ、もうサーカス電話すんねみたいな感じで言うと、ポンスがめちゃめちゃもう嫌がるんだよね。来るんだよね、たまにね、コンコンでね。でも救急車、救急車、救急車か、危ない。いやいや、救急車、いや救急車それで今福丸は岡崎に行ってるんだけど、もうね、ひばゆのお母さんがもう超溺愛してくれてて、っていうのも、しばゆの弟のナオっていうのがいいんだけど、ナオに超似てて、昔の。ナオは今上京しちゃってて、すごい寂しい思いをしてたらしいんですよ。だけど、うちの次男を面倒見ることですごいもう心がすごい幸せになるって言ってくれてて、私はすごいそれが嬉しくて、まあパパも一緒にいるし、おばあちゃんがすごい喜んでくれてるから、ポンスは、いつも4歳になって、誕生日になって、うん、嬉しいです。そうなの？どんな気持ち？今は、ママと遊びたい気持ち。ああ、ママと遊びたい気持ち。毎日遊んでるじゃん。
なんかさ、ほんとこのご時世さ、毎日何のために生きてるんだろう。なんで私って何のために仕事してるのかな。なんでこんな毎日毎日苦しい思いしないといけないんだろうって思っちゃうじゃないですか。だからこういう時に、私たちみたいな、なんかこう、私たちっていうのもそんなのも変だけど、私かな。まあ、あやなんが画面上にいることで、一人でも、わー、この人のこと見てると、なんか元気が出る、ウケる、とか、なんかしら感情を抱いてくれることが私は嬉しくて、もうずっと長年ね、SNS で、こう、エンターテインメントをしてるわけなんですよ。ダンスも、うん。ダンスもうまいんです。ね、うまいんだよね。最近超頑張ってるよね。最近何の曲を踊るのが好きなんだっけ ?DVD の、うん。ネガティブファイター。そう、ネガティブファイターでしょ。もう口を開けば山田涼介です。ポンスは最近またずっと山田涼介に会いたいね。会いたいね。ママもう本当に懇願してるから。でも絶対会えないから。ん、絶対会えない。会えない。うん、会える。会える。願えば会える。ママもう絶対会えないと思ってる。でも夢って会えないと思ったらそこで終わりなんだよね。希望とか夢とかってさ、怖い怖いって感じ。なんで怖いの。やだ、怖いとか言わないで。そう、だからでも、手を私が山田涼介に思うように、みんなが誰か一人でも、あやなんに会いたいとか、あやなん見てたら楽しいなって、面白いなこいつって、なんかずっと思っててほしいわけなんで。私は、なんか特に顔が可愛いとか、すごい歌が上手いとか、まぁ、ちょっと歌うまいかもしれないけど、めっちゃなんか特技がズバ抜けてるわけじゃないじゃん。だから漠然となんか、あやなんの話とか聞いたり、あやなん、と関わってることでおもろいでしょっていうネタになってくれればいいなって思って、私は坊主にしたりとかしてきたしこれからもそうでありたいなって思ってます。なかなか子供がいると結構厳しい目で見てくる人も増えるから、結構自分の中でもそこの尺度が難しくてバッと入ったりすることも多いの。母親になったね、早々になって怖い丸くなったねとかよく言ってくれるけど、どうしたの。なんか音は少ないからでしょ。おもちゃとか少ないからでしょ。こう別のもう一つの部屋だからさ、ちょっと殺風景なんだよねまだ。で怖い怖いってずっと言ってるなんかほんとでも、あー長い人生あるからさ、いろんな浮き沈みがあるんだよ。長く生きてればね、みんなもそうだと思うけどさ。そういえばこのコアラマットレスなんだけどさ、これそういえばコアラマットレスの提供でお送りしておりますけれども、だからいい良さをいっぱい伝えたいんだけどね。このコアラマットレスの売り上げ、なんと名前の通りなんだけど、今絶滅危惧種になってるコアラの保護活動にその売り上げの一部が当てられてるんだって。すごくない？もうコアラ大好き、コアラ愛してやまないですって人はもうぜひね、もうこのマットレスでしか寝ないでください。あとこのマットね、すごいね、本当にもうめっちゃいいのね。普通になんか三層構造になってて、だからすごいサポート力とかもあって体にフィットするし、なんかこうもう姿勢とかも首とかも全然痛くなんないの。なんか変な布団で寝るとマジで肩痛とかなったらいい、首がムチってなったりとかするんだよね。だから私はすごい心がけてんのが、寝具と住居にはお金をかけるっていう。洋服とかアクセサリーとか化粧品とかも最悪どうでもいいんだよ。もうカタカタ、あ、今持ってあげる。あ、というわけでね、このコアラマットレスっていうのはもう非常にハートフルで、もうアース、もう地球の愛をすべて詰め込んだみたいなマットレスでございます。最高。あー、幸せ。この木のここのとこがすごい私は好き。ここ。ここもアース。ラブ。ここのマットレスもラブ。ただ一個マジで段ボールの処理だけめちゃめちゃ大変だから、段ボールが捨てられる日にあげた方がいい。でもし万が一ベッドを片付けるなんてことさ、普通できないじゃん。これってやばい、このスペースを一周開けたいわって、もし万が一なった時もマジ秒で組み外しができる。ぜひ今ベッドに悩んでる人、コアラマットレスにしてみてください。めっちゃいいからってことでー。もうね、ポンスが幼稚園ほんと楽しそうに言ってくれててマジでよかった。それだけ私はすごい嬉しい。何か人生でこう楽しい目標とか、もう趣味とかを一個でも見つけて毎日楽しく生きていきましょう。そして寝具にはお金をかけていいものを選びましょう。それではさようなら。
食べようぜ、